改めて原価ホールからスタートします。この場所から続く扉が4つあります。先ほど影の怪物が出現した出入り口、それから西側へと続く扉、東側へ続く扉と北側の原価ホールの階段の下にも扉があります。一通り回ってみましょうか。閉まってる扉はあるだろうし。はい、ご明察。西側と北側の扉は閉まってます。東側の扉しか選択しないじゃないですか。扉の向こうに聞き耳振りたいです。豪雨が缶の窓を叩きつけている音以外はしない。うん、何も聞こえないんで大丈夫そうです。稲森は聖火さんをその場から退かせて扉に手をかける。わ、行くならなんか言ってくださいよ。デッキブラシを構えて、怪異飛び出し注意じゃないか警戒します。稲森がゆっくりと扉を開いて、何も出てきません。奥には廊下が続いているようだ。廊下には窓があって外の景色が垣間見えると言っても大嵐の光景しかありません。それから辺りの暗さから見て夜であることがわかります。大荒れですね。今日って大嵐なんでしたっけ。この時期だ、荒れた天気が多いのは確かだが、ここまでの嵐とは。ユーリさんの言う通り、ここは夢の中なのでしょうか。けど夢の中だとしたら意識がはっきりしているのもおかしいですし、幻覚でも見ているんですかね。集団幻覚ですか。ありえない話ではないですが。考えてもわかりませんね。さあ行きましょう。いえ、やっぱり俺ら前に行きます。これほどまでにそっくりだと疑うのもバカバカしくなってきた。やっとわかったんですか。私はカツラリ聖火ですよ。はいはい、そうですね。窓の外を見てみると、先ほど出入り口から入り込もうとしてきた影の怪物がこの屋敷の周りを大量に囲んでいるのが見えます。こちらには気づいていないようだな。まるで私たちを館から出さないようにしているみたいですね。出さないようにしているか、追い立てているか、奴らにとっては狩りのつもりなのかもしれません。私たちが狩られる側ってことですか。でしょうね。この屋敷の中で狂い果てたところを、ってね。曲がり角を曲がった時に一瞬だけ扉の奥に女性の姿が見えた。今のはメアリさん。お化け屋敷のセットなら雰囲気は満点ですがね、そう単純でもなさそうだ。そうして扉の前に着きます。やはりそこにメアリの姿はない。しっかりと聞き耳していきましょう。雨の音がやかましい中、やはりどこからか音楽が奏でられているような感覚を覚える。うん、開けますよ。どうしました。なんでもないです。っていうか私が開けます。ユーリさんはさっき開けたじゃないですか。ええ、だから何ですか。今度は私の番だと思うんですけど。何ですかそれ。交互に開けていくってルールじゃないんですか。はあ、じゃあ開けちゃいますね。この人は。では聖火さんは扉のノブに触れてガチャリと開く。いくつかの高架層の椅子やテーブルなどが置かれた部屋だ。おそらく談話室だろう。金、急にシークレットダイスは肝が冷えるんで勘弁してください。とりあえず部屋の様子はそのくらいですかね。サクサク調べにかかりましょう。手を上げなさい。声とともに後ろからカツカツと足音が近づいてくる。どうやら部屋の扉を開けた時に何者かが死角に隠れていたようだ。確かに引退を考えた方がいいかもしれませんね。言ってる場合ですか。背中に物体の感触がする。どうやら何かを突きつけられているようですね。お目覚めのようね、お嬢さん。どちら様でしょう。声に聞き覚えがあるというわけでは全然ないです。っていうか今の状況で女の人ってさっきの女の子たちの関係者か。怪しい匂いがプンプンしますね。怪盗剣元カノってこの人なんじゃないですか。さあ、あの女の子たちの仲間ですか。ご挨拶ね。あなたたちを助けたのは誰だと思っているのかしら。助けた。女性はそのまま稲森の拳銃を取り上げるとマガジンを捨ててそのあたりに投げ捨てます。さあこっちを向いていいわよ。稲森は後ろを振り向く。聖火さんも後ろを向きます。その顔拝んでやりますよ。あ、やっぱりどちら様でしょうか。ただで教えるっていうのは私のポリシーに反するわね。そう言ってもお名前がわからなければお話できません。面倒ね。私の名前はウォンユーよ。ウォンユーツォー。で、ウォンユーツォーさんですか。なんだかジャンディーさんに名前が似てますね。出身が同じなんでしょうか。あなた教団の関係者。いえ、全く関係ありません。なんだったらその教団の幹部をやっつけました。そう、あなたが大したもので。それよりお姉さんはどうしてここに。それにここは一体。さあ私が聞きたいくらいなの。期待には応えられそうにないわね。でも私たちを助けたんですよね。え、そうよ。正確にはあなたたちを助けたのは私の相棒だけれど。相棒さんですか。私はね、いわゆるトレジャーハンターなの。トレジャーハンター。もしかしてやっぱりあの、もしかして怪盗さんですか。名前は確かネイボスティさん。彼女は何言ってんだこいつみたいな感じの顔をしてます。人違いでしたか。そんなふざけた名前ではないし、こんなご時世に怪盗を名乗る者好きではないわ。確かにそうですよね。私もそう思ってたところなんですよ。で、その相棒さんは一体どちらに。あなたたちを運んでいたのは覚えているのだけど、その先の記憶がさっぱりなの。そうですか。ではこうして生きてるのも相棒さんのおかげなんですね。あら、私にも感謝してくれてもいいのよ。それはもちろん、まだ名乗ってませんでした。私の名前は桂木聖火です。探偵助手をしています。先生のことはご存知ですか。トラビス・ユーティライネンと言います。そう、今はそう名乗っているのね。その口ぶりはやはりお知り合いなんですね。さあどうかしら、本人に直接聞いてみればいいんじゃない。む、じゃあ後で聞いておきます。先生、あなたのことがとても気がかりだったようなので、どういうご関係なのかゆっくりお聞かせ願いたいものです。どうしようかしら。私
公私混同はしないタイプなのよね。そこをなんとか考えておいてあげる。もしもここから脱出できればの話だけどね。はい、その言葉だけでもいただけて光栄です。お話が終わったんなら拳銃を拾っても。礼構わないわ、敵じゃないのだ。あなたたちに用はないから。それじゃあせいぜい死なないように気をつけることね。あ、ちょっと外には化け物がうようよいるので多分出られないと思います。素敵なご忠告ありがとう、けど心配には及ばないわ。じゃあね。あ、はい、どうかお気をつけて。あれは間違いなくアリエッティさんですね。今回のターゲットです。さっきから名前がコークを変わってる気がするんですが。ともかく探索を続けましょう。彼女より先に見つけないといけませんし。見つける、お連れさんたちをですか。あ、いえ、また後で話します。扉の向こうで聞いてるかもですし。そうですか。ま、あの女が怪しいのは同感です。セイカさんたちが移動しようとした時、階段を降りてくる音が聞こえてきます。もしかして先生、それともミオンちゃん。階段から降りてくるのは少女ですね。見たことのない少女です。特段焦っている様子もなく、淡々と階段を降りてくる。宣告を襲われた少女たち同様、黒いドレスを身にまとっている。怪しさ満点じゃないですか。稲森刑事は先んじてハイドポイントを見つけ、セイカさんに手招きする。こっちです。うぐ、仕方ないですね。セイカさんも隠れましょう。一応隠れるロールしてもらおうか。ガンブルチェックだ。はい、セイカさんも隠れることができたことにしていいです。頭隠して尻隠さずになるかと思いました。少女はそのまま談話室を素通りしていく。そして扉を当てて出ていきます。行ったか。彼女も襲ってきた女の子たちと似たドレスを着ていました。ドレス、他に特徴は。うん、私も意識が朦朧としていたので。アイデアでロールしてみようか。では思い出そうとした時に脳裏に黒い影のようなものがちらつきます。3チェックです。タンブル多すぎません。サンチェックだらけじゃないですか。ダイス神が荒ぶっていらっしゃる。楽しいね。稲森刑事も口元に手を当てて何か考え込んでいます。ユーリさん、どうかしましたか。いえ、考えても仕方ありませんね。聖火さんたちは立ち上がって行動を再開する。移動する前に談話室を探索しておきますか。探索箇所、窓、机、暖炉、時計。まずは窓を調べます。まだあの化け物たちいますかね。はい、窓は一見普通の窓だ。化け物もご健在ですね。ご健在であってほしくなかったです。気づかれてはないようだし、とりあえず次見るか。机を見ます。机はアンティーク調で細かい装飾が施されています。そして机の上には料理が並べられている。料理があるんですか。はい、フライドポテトにソースがかかったものや赤身のジャーキーがいい感じに皿に盛り付けられている。料理は冷めているが埃かぶってるわけでもない。匂いを嗅いでみます。普通にいい匂いがします。マジ食べたくなってきたな。ちょっと一つ手に取ってみましょうか。はあ、ちょっと待ちな、本気か。稲森刑事は食べ物を掴んだ聖火さんの手を掴みます。ちょ、何ですか。なんで食べようとしたんですか。いや、なんか見せ物かなって思いまして。だったら触って確かめればいい話でしょう。なんで口で行こうとするんだよ。褒められちゃったらしょうがないので料理に触ってみます。プニプニしてます。普通の料理の感触です。特に何か仕掛けがあるわけでもなさそうですが。なさそうですが、じゃあないでしょう。どう考えたって怪しいところにあるもんなんだから。怪しいに決まってんだろ。あんた、ヨモツエグイって知ってるか。何ですかそれ。死者の国の食べ物を食べたらそいつも死者になっちまうっていう逸話だ。ほえー、とりあえずやめときますけど、久々に揚げ物食べたくなっちゃって、最近ずっとカレー飯ばっかり食べてたんで。十分油物じゃねえか。机には食べ物以外は何もなさそうですかね。次は暖炉調べてみましょう。古めかしいアンティークな感じの暖炉ですね。そして暖炉の中には燃えかすがあります。さっきまで火がついていたのだろう。燃えかすの中には紙のかけらのようなものが混じっています。それは燃え尽きてしまっていて中身は判別できない。紙のかけら、何でしょうこれ。さっきの女が紙を燃やしたんじゃないですか。証拠品として押収しましょう。では謎の紙のかけらを持ち物に加えておいてください。じゃあ最後に時計を調べましょう。豪勢なフル時計だ。時計の針は4時33分を指しています。やっぱり4時33分です。やっぱりってことは他の部屋の時計も。はい、私のいた部屋の時計は4時33分でした。何かしらの意味があるのか考えても分かりませんね。聖火さんたちが部屋を調べ終えたところでインカムからコールが入る。もしも、いい、聞こえ。富山さん、こちらカツラディ、聞こえるかです。だからそれコードネームじゃねえって言ってるだろ。富山さん、やっと繋がりましたね。ちょっと待て、落ち着け。こっちも混乱してるんだ。今何時ですか。何月何日ですか。こっちは深夜だ。連絡が取れなくなって半日ぐらい経った。先生やミオンちゃんから連絡は。いや、こっちからの発信にも反応しない。今やっとお前が反応したんだ。今はお前一人か。いえ、その向かった先に警察がいて。ああ、例の刑事さんか。ええ、まあなので二人で。あの刑事さん、ちゃんと退院できたんだな。まだ島にいるんだよ。島の真ん中くらいか。え、なんでわかるんですか。インカムに GPS がついてるからな。レーダーで反応を追ってるんだ。じゃあやはりここは別荘なのですね。ちょっとそこまではわからんだ。前の地点から大移動してないのは確かだ。そうですか。先生やミオンちゃんから連絡があったら教えていただけますか。わかった。それから困ったことがあったら連絡をよこせ。解決手段を調べてやる。こっちには文明の力がついてるからな。ということでこれ以降の探索で行われる探索判定に1エリアで一度だけプラス 20% の補正がつきます。その他にも富山が状況に応じて無線でサポートしてくれます。やった。他にも話し相手に困ったら富山に話しかけてもいいかもね。頼りにしてますよ富山さん。当たり前だろ、そのためにいるんだよ。また何かあったら連絡します。お、終わりました。しかしこの嵐の中で無線がつながるとはね。富山さんが言うには
先生たちとは連絡取れてないようです。そもそもお連れさん方がここにいるのかどうかも怪しいですね。最後に女の子たちは素材の足しになるって言ってました。早く行きましょう。探索再開です。ところで階段の隣の扉は開かなくていいんだよね。まずこの部屋から続く扉は3つあります。聖火さんが気になった北側の扉は施錠されていて開きそうにない。そして南側に続く扉には豪華な装飾が施されている。扉の髪型には表札があるが英語で書かれています。知識で振ってみてください。表札にはギャラリーと書かれているようだ。ギャラリーって書いてあります。もしやここに聖火さんが扉に手をかけても開く様子はない。ふむむ、そもそも扉の鍵は誰が持ってるんだって話です。あの女の子たちでしょうか。だとしたら倒さないと扉が開かないっていうことになりますよ。関連狙いたいところですね。あまり大事にはしたくない。えい、こうなれば見れそうなところは全て当たってみましょう。二人が階段を登っていくと2階東廊下にたどり着く。その部屋が先ほど私が目覚めたところです。ゆうりさん。稲森は少し構えた後部屋の扉を開きつぶやく。同じだ。え、同じ部屋で寝てたんですか。鏡の中からどす黒い気配を感じてとっさに廊下へ飛び出して、この廊下でバカでかい彼の怪物に追われたんだ。それってやっぱりいたんですね。夢じゃなかった。とりあえず中に入りましょう。状況を整理したい。私が起きた時にはユーリさんは見かけませんでしたけど。なるほど、おかしな話ですね。俺はまだ意識を取り戻してから1時間も経ってないです。ここまでの行動をよく思い出してください。俺が話した状況と何か違うところは。ここまで全部一緒です。目が回ってきました。お手洗いには、俺は唯一お手洗いだけは調べなかったんですよ。追われてる状況で袋小路に飛び込むバカはいないでしょう。そういえばおトイレの鏡に何か書いてありました。お星様の中央にお目目のマークがついた。なるほど、ではおそらくそのマークとやらに何かが仕込まれてたんでしょう。お手洗いには何回入りました。例えばですが、あなたがいた世界と俺がいた世界が違って、何らかの理由であんたら俺がいる世界にやってこられたって考えるのはどうです。おトイレ確認しましょうか。それが一番でしょうね。もしかしたら仮だらけの状況を何とかできるかもしれません。とりあえず分かりましたけど、もしかしたらユーリさんと離れ離れになる可能性があるってことですよね。まあ覚悟はしといた方がいいでしょう。分かりました。では稲森が立ち上がって聖火さんに顔を近づけてくる。な、何ですか。相手は怪物だ、人間じゃない。分かってますよ。どうしようもなくなったら自分の身の安全を第一にしてください。それから少なくとも一緒にいる間は俺があんたを守ります。そんなセリフよく恥ずかしげもなく言えますね。見えないところで面倒を起こされる方がしんどいから言ってんだよ。たく、ひとまず状況の整理はこのくらいにして少し休みましょうか。いやです、全然疲れてないので。じゃあ俺は疲れた。そうですか、じゃあ私はまだ行ってないところがあるんでそっちに行ってみます。一人で行く気ですか。もちろんお疲れなんですよね。さっきの女はどうするつもりですか。なるべく隠れてやり過ごします。ダメだったら頑張ります。あんたら知らぬ間に世界を移動したらここに戻ってこられる保証はあるんですか。なんでそんな意地悪な言い方するんですか。本当に疲れてるのかな。心理学でもかましてみますか。では彼は心の底から聖火さんの身を案じているようです。聖火さんのことで頭がいっぱいのようだ。別にオカルト振ってないんでそういう情報は大丈夫です。それとは別に聖火さんに伺いたいことがあるような感じもする。まだ隠し事あります。聞きたいことがあれば言ってください。ではアレクサンドリア症候群に心当たりは。ええ、知ってますよ。ユーリさんのメモに書いてありました。アレクサンドリア症候群は実在しないと言われています。都市伝説ですもんね。ええ、もし本当にそんな症候群があるとすればそれはお偉い方の間で大事件になるだろう。そう言いながら稲森は立ち上がって再びあなたに顔を近づけてくる。なんなんだこいつ、距離感お化けなんですか。近いんですが。アレクサンドリア症候群、その名が知られるようになった背景にはレアリカー尻の影響があります。それまでは一部の界隈でまことしやかに囁かれていたヨタ話に過ぎなかったが、彼女が女優として名を馳せたことによって話は一気に真実味を増した。確かにメアリ夫人も綺麗な紫目をしていましたね。芸術と狂気というのは非常に関係が深い。芸術は人間の感情をダイレクトに表現する技法だ。丸裸にされた感情の集合体と言ってもいい。そして人の生み出す感情の力は奴らの大好物だ。あんたとメアリ夫人の共通点はどちらも音楽と演劇、芸術の世界に身を置いていた。やめてくださいよ、大御所さんと一緒にしないでください。確かに私はピアニストでしたが子供の頃の話です。っていうかそれも知ってたんですね。荷物を取り戻した暁にはあんたに見せたいものがある。ムー、私に聞きたいことがあるなら素直にそう言えばいいじゃないですか。そのために呼び止めたんですよね。まさか、もののついでに聞いただけです。あんたがあんまりにもでっそりした顔をしてたんでね。そんな顔いつどこで私がしたって言うんですか。それに少し痩せましたか。なんでそういうこと言うんですか。もともと太ってたって言いたいんですか。んなこと言ってないです。そんなに大声出したらさっきの女に気づかれるかもしれないですよ。もうちょっと危機感を持ってくれませんかね。ぬぬぬ、今度は俺がいてよかったですね。なんなんだこいつ、本当にあのユーリさんなのか。お前こそ偽物なんじゃないのか。ほほん、もう行っても良いですよね。だから俺も行きますってば、ちゃんとついてきてください。わ、
はい。稲森を先頭に、聖火さんたちは局室を後にする。それでは幸運にマイナス 5% してロールしてください。なんで急に。聖火さんは不幸かもしれないからです。それでは2階東廊下に出ます。今のところ人影はありません。私が行ってないのは玄関ホールに繋がっていない、もう一方の階段です。じゃあそちらに行きましょうか。東廊下を通り2階中央廊下にやってくる。高温にマイナス 10% して再度ロールしてください。なんでどんどん下がって。はい、2階中央廊下にやってきます。ここも変わった様子はありません。じゃあそのままこっち側の階段を降りていきましょう。北側の階段を降りていくとまた廊下になっています。この廊下には扉が3つあります。北の扉にはダイナー、西の扉にはキッチンルーム、南の扉にはドローイングルームと書かれています。そしてどの扉も鍵がかかっています。面倒だな、手破りますか。その手がありましたね。言っておきますけど半分冗談ですからね。手破れば大きな音が出る、敵に気づかれるリスクがあるってことです。む、それはまずいですね。それに一度で蹴破れる保証もありません。銃弾は貴重です、あまり使いたくない。となるとやはりあの女の子たちから鍵をいただくか、鏡の移動っていうのを試してみるしかなさそうですね。聖火さんたちは階段を上がり2階中央廊下へと戻り、さらに東廊下へとやってくる。それでは幸運にマイナス 20% してロールしてください。あ、では扉を開いた時点で廊下の奥からドレス姿の少女が姿を現す。バッチリ聖火さんと目が合います。あなたは一体。な、まずい、下がれ。デッキブラシを構えます。それでは戦闘開始です。